1980年代ポーランドの秘密出版物サミズダートとは、ロシア語で自主出版というのが原義だが、発禁となった書物を手製で複製し、読者から読者へと流通させるという、東側諸国の各地で行われた、ソ連の反体制派活動の主要な方式といった意味に使われる、地下出版とも訳される、1980年代の抵抗運動の成功の、 基礎を築いた。発禁物を所持もしくは複製し逮捕された者には過酷な処罰が与えられたので、公式に課せられた検閲を逃れる、この草の根運動の実践は危険に満ちていた。ウラジミール・ブコフスキーはサミズ・ダートをこう定義した、私が自分自身でそれを創作し、編集し、検閲し、出版し、配布し、そしてそれのために投獄された。 ミハイル・ブルガー・コフの小説、巨匠とマルガリータや、バーツ・ラフ・ハベルの著書、力なき者の力のようなサミズ・ダートの複製文書は、基本的に友人の間で回し読みされるものであった。手もしくはタイプライターによりカーボン紙で数部を複製するというものから、夜勤の間にメインフレーム機のプリンターで印刷したり、セミプロ級の印刷機でより多くの部数を印刷したりというものまで、 発金の文学や雑誌を複製する方法も様々であった。グラスの父までは職場にあるコピー機、印刷機、さらにはタイプライターまでもが KGB の出先機関である第一部局の管理下にあったので、こうした行動は危険なものであった。これらすべての使用記録のプリントアウトが使用者特定のために保管されていた。語源的にはサミズダートという語は サムとイスデットからなり、自主出版を意味する。ウクライナ語で、これに対応する語は、サムビダーブであり、サムとバイダニアからなる。この語は、ロシアの詩人、ニコライ・グラズコフによって1940年代に、ダジャレとして造語されたもので、グラズコフは、自身の詩の複製の最初のページに、サムズベイスデットとタイプしたのだった。これは、パリティスデットのようなソ連の典型的な、 出版社名からの類推による造語であった。マグニティズダートは、カラの造語で、反対性の音楽グループ、シンガーソングライター、もしくは公演などの音声の録音テープを回し、聞きするというものである。タミズダートは、カラの造語で、国外で出版された文学を指す、密輸された原稿によるものが多かった。ポーランドの地下出版の歴史においては、 共産主義時代後期に通常を用いられた言葉は、ダラギーやバイグであり、検閲を経た合法な出版物の流通を第一とする願意があった。ビブヤラという言葉は、より古く、ポーランド分割の時代にはすでに使われていた。フルシチョフとスターリン自主出版と自主流通による文学には、長い歴史があるが、サミズガートは、スターリン以降のソビエト連邦及びそれに似た。 先制政治体制下の国々に特有の現象である。警察国家の検閲による支配下で、こうした社会は自己分析と自己表現のために地下文学を用いたのである。1950年代中盤のフルシチョフの雪解けの始まりにおいては、詩が大変な人気となり、幅広い著名な発金非沃厚詩人たちだけでなく無名の若い詩人たちの作品までもが、 ソ連のインテリの間で流通した。1958年6月29日には、スターリン体制下で自殺した未来派の詩人ウラジーミル・マヤコフスキーの彫像がモスクワの中央に混流された。公式の式典の最後では公開の即興詩の朗読が模様された。モスクワ人たちは、この比較的自由な表現の雰囲気を大変に気に入り、朗読は定期的に行われるようになり、 ロシア語と知られるようになった。参加者の大部分は学生であった。しかしながら、それは長く続かず当局は集会を取り締まるようになった。1961年の夏には、エドアルド・クズネツォフを含む複数の集会常連が逮捕され、反ソビエトの先導とプロパガンダの罪に問われた。モスクワのサミズダート雑誌の編集。 出版社であったアレクサンドル・ギンズブルグは1960年に逮捕された。国家の支配下にあるメディアでの合法的な出版物の一部、例えば1962年11月にロビ・ミール氏で発表されたアレクサンドル・ソルジェニーツィンの小説イワン・デニー・ソビチの1日などは流通しているものを見つけるのは実質上不可能でサミズダートへと向かうこととなった。 サミズダートで出版されたものすべてが政治的色合いを帯びていたというわけではない。1963年にはヨシフ・ブロツキーは社会の寄生虫として罪に問われ詩人以外の何者でもなかったとして有罪判決を受けた。1960年代中盤には地下の文学グループは文学アルマナックのおよび詩と三文集を発行した。 彼らの作品の一部は1910から20年代のロシアアバンギャルドに近いものであった。1965年には作家ユーリー・ダニエルとアンドレー・シュニアフスキーの見せしめ裁判が行われ、弾圧も強化され、雪解けは終焉し、サミズ・ダート作家にとってより厳しい時代の到来となった。この裁判はユーリー・ガ・ランスコフとアレクサンドル・ギンズブルグにより、 白書として注意仏閣文書化された。この両著者もまた後に逮捕され、4人の裁判として、知られた裁判により実刑判決を受けた。サミズガートの一部はより政治的なものとなってゆき、ソ連の反体制運動で重要な役割を担った。1964年から1970年にかけて歴史家のロイ・メドベージェフは定期的に分析資料を刊行し、後にそれは、 西側でとして出版された。最も長く続き、最もよく知られたサミズダートの出版物の一つは、情報誌であり、ソ連での人権の擁護を目的としていた。1968年から1983年にかけての15年間で63号までが刊行された。匿名の執筆者たちは、フィードバックや次の号に載せるべき地方の情報を、 雑誌の流通と同じルートを利用して送ることを読者に推奨していた。クロニクルはドライで簡潔な文体で知られていた。お決まりの表題は、逮捕、捜査、尋問、法廷外での弾圧、刑務所とグラグにて、サミズダートのニュース、宗教の迫害、クリミアタタール人の迫害、ウクライナでの弾圧、リトアニアの出来事などであった。執筆者たちは、クロニクルは、 ソビート連邦憲法に照らして違法な出版物ではないと主張し続けていたが、ナタリア・ゴルバネフスカヤ・ユーリー・シハノビッチ、ピョートリア・ヤキール、ビクトル・クラシン、セルゲイ・コバリョフ、アレクサンドル・ラブと、タチアナ・ベリカノバラ数多くの関係者が逮捕された。もう一つの特筆すべき長期観光物は、おとかずに国よる政治と文学の雑誌であり、1972から1980年の 間におよそ20号が発行された。コンピュータ技術の拡散が進むと、政府がサミズダートの複製と配布を制御することは事実上、不可能となった。サミズダートでよく知られた漫画のキャラクターには、スーパーヒロインのオクトブリアナがいる。ロシアンライフ氏の2009年6月号で、オレグ家臣は1970年代後半の、 サミズ・ガートでの反ユダや主義的傾向をこう記述しているは、レオニード・ブレジネフ時代の政治風景の非常に奇妙な要素であった。メンバーたちは自分たちを実質上の反対性派だと感じていた一方で、そのほとんどが作家やジャーナリストたちのメディアにおいて公的に一流の地位を占めていたのである。サルマンラ主義の悪魔の歌の ペルシアでのサミズダート版1964年にルーホンラー・ホメーニーがイランのシャーによって追放されて以降ホメーニーの説教はカセットテープによって密かにイランに持ち込まれ広くコピーされホメーニーの人気を高めイラン革命へと至る要因の一つとなったイラン革命によりイスラム国家が樹立されると状況は逆転したサルマンラシュディの 悪魔の歌のような作品は宗教共和国となったイランの中でサミズダート版として現れた。ドイツの軍隊では手書きの素材を出版する伝統が第一次、第二次世界大戦の両方の間で存在した。ポーランドとリトアニアには地下出版の長い歴史がある。ハッカー用語としては通常では入手困難になってしまったりした文献であるが、 万人にとって貴重で有用な技術情報は共有し、役立てるべきというハッカー倫理が上回るような場合に、ゼロックスコピー等といった手段で複製を作るといった行為を指す。伝説的な例としては、ライオンズコメンタリーをユニックスが挙げられる。1977年、ユニックスバージョン7のリリースと同時に、AT&T は従来の学術研究向けライセンスが延長されない。 ことをアナウンスし、ユニックスのライセンスを持たずに同書を教育目的で使用することはできなくなった。しかし、同書は、その内容の貴重さと重要さから、世界の OS の研究者や学生たちの間でコピーされ続けた。後に AT、AT&T も同社の流通を認め、公に再刊されたが、その際に追加収録されたコメントには、本来は、 海賊版の被害者であるユニックスの限界発者らからの検事のほか、子、孫と何世代にもわたってコピーされたものを読んだ、といった話が寄せられている。また、表紙のイラストには、コピー機を操作するメガネの学生と周囲をうかがうコピー用紙の束を抱えたヒゲズの学生、そして、それが時期的に地下行為であることを示すカレンダーが後ろにあり、 コピー元の赤い想定は正規版を意味している。ありがとうございます。